もう中3の段階で全予備校のパンフレットを市場請求して、部活選びを受験モード、2チャンネルで武田っていう名前で相談に乗ったら流行っちゃって武田塾できちゃったみたいな。 YouTube のおかげだなと思ってますね、拡大して。そんな社長の年収は、ハローデア、始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、いよいよやってまいりました、ボスボスやってまいりましたね。武田塾の林塾長にお越しいただきました。どうよろしくお願いします。この動画で出てる頃には、はい、私はそちら側の人間にすいません、本当にすごい人に加わっていただいて本当に嬉しいです。僕はそうですね、なのでまあいろいろ中森先生出てもらったりね、高田先生に出てもらったりしたので、はい、やはり塾長にも出てもらわなければということで登場していただきました。どうも。じゃあいろいろと聞いていきたいと思います。はい、お願いします。林塾長、武田塾チャンネルいろんなメンバーいると思うんですけど、はい、仲いいんですか？仲もうねいいですよ。お、うん、だけどね、最近ちょっとみんな忙しくて、はい、みんなで飲んだり遊んだりとかね、少なくなってきちゃいましたね。昔はあったんですか？結構ありましたね。特にね、中森先生とは浪人時代とかね、一緒にそうですよね、もうカラオケとかで勉強してましたよ。カラオケで勉強するんですか？カラオケとかで勉強してね、何人かで行って、はい、順番で歌って、その歌う順番が来るまで勉強するんです。めちゃくちゃ、だからそんなやってから落ちるんだと思うんですけど、でそこでね、結構ね、中森先生のあのカラオケの選曲とか、はい、結構ロックな曲が多いですよ。そうなんですか？中森先生こんなの歌うのみたいな。意外、そうなんで、まあ、だから結構面白いですよ、中森先生。ああ見えて、あの一緒に遊ぶと面白いんですよ。何歌うんですか？いやちょっとね言えないんですか？言えないけどね、こんなの歌うのみたいなのを歌うわけですよ。まあね、結構社員でカラオケ行ったりとかねしましたけど。そうだったんですね。最近ちょっとそれぞれ忙しくて、もううちの会社はですね、はい、ほぼ会議とかもないですよね。僕も出ないし、まあはい、あるっちゃあるんですけど、はい、あんま会う機会がないっていうかね、そういう感じなんで。なるほど。で、まあ、多分悪くはないです。誰かの悪口言ってるとかそんなのないです。そんなのないって感じですね、はい。まあ、そう言わざるを得ないだろうって思ってるかもしれない。本当は本当ですよこれ。はい、そうです、はい、そうですか。じゃあ別に、はい、山人高田がバチバチとかはないと。そうですね、あのまんまな感じしますけどね。そうなんですね、清水先生と山見先生がバチバチとかないと、イケメン枠渡されるぞみたいなとかない？確かにね、それも聞かないっすね。あ、まあ、そうなんですね。ちょっとね、清水先生なんかねすごい真面目だから、山見先生と高田くんのお友達がやってることとかはね、結構ね、はいはい、イラッとしたりするのかなってね思ったりもするんですけど、はいはい、まあ、全然そういう話は聞かないですね。そうなんですね、なるほど、はい。じゃあ武田塾どうやってねできてきたかっていうのを、まあ、中森さんにもちょっと聞いたんですけど、まずどうなんですか、生い立ちみたいなのって話したことあります？いや、武田塾チャンネルとかでもあんまないかもしれないですね。まあ、僕は千葉県で育ちまして、はい、高校受験で船橋高校というですね、はいはい、まあまあ進学校に受かったんですけども、船橋高校から東大がその当時は数人しか受かってなかったんで、高1から努力しないと東大行けないかなと思ってですね、それを合格直後の中3からこうそう思いまして、もう中3の段階で全予備校のパンフレット資料請求して、どこの予備校に高1から通おうかなと考えて、そこでここが一番いいんじゃないかっていう某映像予備校に高校1年、むしろ中3時点で入るんです。僕は。なるほど、高ゼロ生ってやつですね。そうです、あそこの某予備校ですね。某予備校の、はい、そんで高校1年生から週3回予備校行ったんです。お、で多いですね。そうなんですよ。で部活も毎日5時で帰れて高2の終わりで引退できる合唱部に入ったんです。あ、そうですね。だから運動部とかだとね、高3の夏まで部活あって勉強集中できないと思ったんで、部活選びを受験モード。おお、ね、それで高1から週3予備校行って、合唱部で進学校で見事現役で全滅いたしました。現役受けたのどこがあったんですか？いや、もう早稲田が慶応とか受けて落ちまして、はい、で浪人して、僕の通ってた予備校のね、担任の先生がすごくいい人で、いつも親身に相談乗ってくれて、この講座取るといいよ、これやるといいよって言って、うん、ああ確かになと思って、いっぱいその人の言う通りに授業を取ってたんですけど、その人が好きで、浪人時代も同じ予備校を4年目行くんですね。4年目。そうで、たくさん授業を取るんですけど、浪人の秋の偏差値が50年。すごい、4年、ね、頭悪すぎません？本当僕ね、いやもう3年半でやっと平均本当ね、やばいですよ。なんでかというと、たくさんの授業を受けてもう喉取って終わりだったからだとは思うんですけ ど、 なるほど。それでさすがにまずいなと思って、参考書中心の勉強に中森先生とですね、参考書をテストし合うというですね、勉強法に切り替え急に伸びて、
なんか手応え感じたんですけど、マーチぐらいの学習院しか受からなかったんですね。G マーチでおなじみの。そうなんです。なのでいやまあ一浪で学習院だからね、まあ悪くないのかもしれないけど、うんうん、新学校から高1から4年間予備校行ってマーチって、なるほど、うちの高校からだとね真ん中ちょい下の人が現役で行くようなところなんでちょっとそれはどうなのと思いまして、うんうん、でもなんでこうなっちゃったんだろうと思ってですね、僕は予備校でですねアルバイトをしてみたんです。ほ、なるほど。そうしましたんでですね、職員しか入れないエリアにですね、おいおい、僕の担任の先生と予備校の社長のツーショット写真が飾られてたんですね。へえ。俺なんでこんな偉い人と僕の担任の先生が飾られてるんだろうと思って担任の先生聞いてみたんですよ、はい、そしたらなんと、あ、俺全国営業成績ナンバーワンなんだよって言われて、わあ。そこで全ての謎が解けまして、なるほど、コナンもびっくりなるほど、僕への親身のアドバイスは、僕に勧めてた講座は営業目標のためだった。これはびっくりだなと思って、でさらによくよく話を聞いていくと、華々しい現役合格実績はほぼほぼ無料で通ってる生徒が出してる合格実績だったと。なるほど、ね、入塾段階で受かりそうだなっていう生徒はタダになって、うんうん、受かんなそうだなって人は全額定価を取られるわけですよね。はあ、いいかもだったわけですね。そうなんですよ、僕お金払ってる瞬間に受かんないだろうなって思われてるわけですよね。なるほど、これは良くないと思ってですね、うん、あの逆切れをしまして、逆切れ、それは僕がいけないですよ、僕が復習しなかったのが悪いしね、はい、僕が気づけなかったら悪いんですけれども、これ予備校が悪いんじゃんと。先生の言われた通りにやって落ちる塾って何だろう、うんうん、予備校の利益と生徒の利益が一致しない、うんうん、生徒にとっては1講座ずつをしっかり復習した方が成績が伸びる、ただ予備校はゆっくり講座を進めるとは儲からない、これ一致しないですよね。なるほど、そこがちゃんと一致する、一冊を完璧にすると予備校がいいことがあると、はあ、そういう生徒の利益と予備校の利益が一致する予備校を作りたいと思って二十歳の時に起業しました。あ、なるほど、もう二十歳でやったんですね。そうなんです。で、大学1年生の時はお金がなかったので家庭教師の派遣でお金を貯めて、大学2年生の時に2チャンネルで武田っていう名前で相談に乗ったら流行っちゃって、武田塾できちゃったみたいな、そういう感じですね、簡単に言うと、はい、そんな感じだったんですね、はい、まあ、確かにそうですよね、進まない方が儲かる、まあ、全知識で五講座やるとか、よくご存知ですねあの超有名な先生のご師匠さんですよね、あのね、とある有名な先生のご師匠さんですね、言った、普通に言った普通に言った、ね、予備校業界戻ってきてね、ね、本当ね、今年すごいびっくりのニュースでしたね、はい、超いい授業なんですよ、本当に素晴らしい、ね、先生の一言一言すべて僕はテキストにメモして再現できるようにして、はいはいはい、でもそれではメモしきれないので、テキストをセブンイレブンで拡大コピーして余白を増やして、それで先生の言葉を全部メモするぐらい素晴らしい授業でした。なんですけど偏差値50の僕に東大受験で合格者が間違い上積みの20点を取っていくんだみたいなそういう授業なんですよね。そう言われるとエリート心がくすぐられるじゃないですか。なるほど、ちょっと新学校に生地いるんでね、ドーってやってるんですけど、お前センター何点なんだって話なんですか、そんなね。授業で特に印象的だったのが、全知識だけで10回授業するんですよ。全知識特攻って言って、全知識が分かれば全てが分かる、まあ、確かに重要なの分かるんですけど、冷静に考えて通年の英文法って全20回ぐらいですよね。そうですねさ、一学期分全部全然知るみたいな授業じゃないですか。それって僕の担任の先生とか予備校の方針って合ってたと思います？いや、それちょっとやばい、言いづらいとは思うんですけど、言いづらいと思いますけど、偏差値50代の僕に全知識特攻10回取らせたり、東大生が間違える問題取ってこうっていうやつ取らせたり、しかも僕の時代はね基礎編ってのができてね、それもすごかった、また本数増やしてたしね。あ、やっぱそういう感じだったんですね、うんうん、すげえ取らされたんですよ。スキーでこの8の字でやっとなって、やっとリフト乗れましたよって言ってるのに、うん、頂上だよ頂上、うん、頂上行けよって言ってね、こんな感じなんですよ、みたいで、いきなりなんかジャンプしろよみたいな言われた感じですよ本当にモーグルだよモーグル、うん、それはこけますよ本当に、うん、っていう呼び声をされてたんじゃないでしたっけ。あれ、そうでしたっけ先生一人一人はすごくいい人だと思うんですけど、はい、 ね、その講座が適切に運用されてないなという気がします。それはそう思いましたね、うん、なんで一つ一つの講座の料金を倍にしてもいいから、完璧にしないと先に進めないようにした方が成績は伸びると思いますね、うん、そうですね、うんうん、それが実現できるのが武田塾と、うん、と思ってるんですけどね、
最初お茶の水で始めたんですよね、はい、作りまして数年間 1,2 校舎でやってたんですけど、あ、出身地である市川にも、あ、そうですね、千葉県市川市も作ってなんですけれども、今から 6,7 年前ですかね、はい、武田塾面白いからフランチャイズとしてやりたいと言われまして、実験的に始めたところうまくいきまして、あれよあれよと今じゃ全国300校舎。すごいですね、300校舎、でも本当ね、YouTube のおかげだなと思ってますね、うん、どこの地域に作っても武田塾チャンネルで知ってます、ブログ読んでましたとか、はい、まあ、そういう生徒さんが来るのでどこでも作れるから作りたいという人がたくさん来るっていう、だから無料で勉強方法を全部ウェブ上で公開してたからこそこうやって拡大できたなと思いますね。そうですよね、やっぱり、ね、普通予備校塾は隠すのに対して、武田塾は無料で出してる、しかも武田塾チャンネルには広告すらついてない。そうなんですよ、おかげですごいですよ、もうやっぱ編集費用とかかかるじゃないですか、このスタジオを抑える費用とかね、だからもうすごいお金突っ込んでますね、それでも受験生の皆さんには無料で提供すると、はい、森田先生も同じ考えですよね、はい、全部公開していきたいという、全部出していこうって、ね、ほんでね、受験生が受かればいいですよね。そうです、そうです、その通りだと思います、中森先生の言ってた通りだと思ってます頭が上がらないですちょいちょい中森先生をね立てていただいてありがとうございます。 そんなんでこう拡大して、そんな社長の年収はこれピーで全てを無料で公開した社長の年収はいくらぐらいですかね。よりは少ないでしょうね、どうかな、どのくらいかな、皆さん予想をお待ちしてま す、ね、じゃあ正解者には僕がこっそりいいねをしておきます個人アカウント、個人アカウントで、ええ、僕のフルネームアカウントで、フルネームアカウントで、じゃあどしどしコメント欄に予想を、ね、ええ、林修とどっちが上だみたいに、ね、思ってる人もいるかもしれないですから ね皆さんもね、どっちかで、ね、予想してもらってね、あの林先生とね、こちらの林先生と、ね、どっちがどっちが上なのか、東大の方と学習院の方どっちが高いかだけどね、東大の方の林先生ね、はい、いくらぐらいか、じゃあちょっとこっそり教えてもらって、全然流せないこんなカットかな、ね、まさかね、Gマーチぐらいの僕がそんなまさかね、ということで今回は林塾長においでいただきました、ありがとうございました。